はい、それでは計算基礎学1の第11回の授業を始めます。まず前回第10回のまとめです。前回は拡張ユークリッド誤助法の応用ということで中国重要参法を取り上げました。でここではその拡張ユークリッド誤助法を用いたその中国重要定理の計算法、特にその連立線形行動式を解く計算法について紹介をしました。で今回の内容ですけれども、目標としましては、この一番下にあります、前回やりましたこの中国重要参法の計算量の見積もりをしていきたいと思います。でそのためにはですね、この中国重要参法にあたっては、割り算ですとか、それから拡張ユークリッド誤助法という計算を扱いますので、まずその道具になっている除算の計算量の見積もり、それから拡張ユークリッド誤助法の計算量の見積もりというのをやっていきたいと思います。でなお今回の授業の資料にですね、そのテキストの該当ページが書かれていないんですけれども、実は今日扱う内容というのは、そのテキストでは大体演習問題か、もしくはその定理だけど証明されてない定理という形で扱われておりますので、まあ、ちょっとその引用はちょっと出典は省略しましたが、一応そういったテキストに書かれてない内容を中心に説明していきます。なお一部の定理についてはちょっと内容が複雑ですので、複雑でこの授業の範囲を超える場合があるものについてはですね、証明は省略して事実だけ述べて使うということも行っておりますのでご了承ください。それではまず除算の計算量の見積もりから入りたいと思います。でまずこれ多項式の乗用付き除算ですけれども、これはアルゴリズム自体はだいぶ前の授業ですでに提示はしておったんですが、まあ、その計算量の見積もりを行うということです。でここでは AX と BX を整数係数の一変数多項式としまして、 BX をモニック、すなわち主係数、次数最高次の係数が1であるとします。で、A と B の次数に関しては A の次数が K で B の次数が M で、 K は M 以上ということにします。この状況の下で多項式の乗用付き除算を行うということです。で、このアルゴリズムですね、だいぶ前に提示しましたので、その書き方などを思い出していただければと思うんですけれども、まず多項式の、このアルゴリズムの表現ですね、こういう丸括弧で囲った、で、その係数を並べた形で表しておりました。でその係数を並べる順番というのは定数項から定数項1次2次3次ときて、次数最高次の項が一番最後の要素に来るように並べているので注意してください。で入力としましては K 次の多項式 AX と M 次の多項式 BX ですね。で BX はモニックですので主係数 M 次の係数は1になっていることに注意してください。で出力としましては QX と RX を出力するんですけれども、ここではそのユークリッド除算のですね、QX は小、RX は乗与ですので、QX の次数は K-M、それから RX の次数は M-1 という点にも注意をしてください。で一応 Q と R っていうのは、A イコール QB プラス R を満たすような多項式ということで計算をするという意味です。でまあ、そのアルゴリズムのですね、細かい部分は以前授業で説明しましたので詳しくは省略しますけれども、基本的にはその我々がですね筆算でその多項式の割り算をやっているのと同じような形でこうR、乗与の係数を順番に求めていくということを行っております。で一応アルゴリズムはこれなんですけれども、このアルゴリズムに対してそのまず計算量ですね、ここではその、指則演算の回数の見積もりを行っていきます。で最初に、ステップ1なんですけれども、これは、RI という係数に AI という係数を代入している部分ですので、これは無視すると、計算量の見積もりには影響がないものとします。でこの第2ステップからですね、その実際に、係数の指則演算が入りますので、計算量を数えていきますけれども、まず第2ステップはループフォアによるフォア分による繰り返しが含まれております。でこのループの回数を見てみますと、これは変数 i をですね k-m から0まで1ずつ減少させるということですので、繰り返しの回数は k-m プラス1回と
ということになりまして、これはシータで見積もると、まあ、K-M ですね、定数の部分は消してシータの K-M という繰り返しになります。でその第2ステップの中身なんですけれども、まずこのステップ A の部分は、これは2つ手順がありますが、これどちらも代入ですので、計算量の見積もりから除きます。そしてステップ B のところに、さらに、繰り返しですね、フォア分による繰り返しが入っておりまして、でこれは変数 J に関して、J を M-1 から0まで1ずつ減少させるということですので、まあ、ループは M 回ということになります。でその B のループの中に、実際に即演算が含まれておりまして、それは何かというと、まず乗算1回ですね、この QIBJ を計算する乗算1回と、それからこの QIBJ、計算された QIBJ を R の i プラス J に加える加算が1回ということで、まあ、定数ですね、ここでの計算量の見積もりは θ の1ということになります。で以上をまとめますと、この θ の1の計算がですね、この第2ステップの B の内側のループで M 回行われて繰り返されておりまして、でそれがさらに第2ステップの外側のループ θ の K-M 回だけ繰り返されるということですので、合計の計算量は θ の M かける K-M で見積もることができます。まずここを押さえておいてください。で、この θ の M かける K-M って何かっていう と、M というのは乗太公式の次数ですね。それから K-M はこの小の次数ですので、そうすると、まあ、全体の乗算の計算量というのは四則演算の回数はですね、乗太公式と小の次数の積に比例するというふうに見積むことができます。という点をまず確認して進めていきましょう。ここまでよろしいでしょうか。